皆さんこんにちは。バレートレーニングディレクターの猪木英二です。このチャンネルではバレエに役立つ情報を発信していきます。今回のテーマは上と下上半身と下半身の境目はどこなのでございます。皆さん、バレエにおける上半身と下半身がどこで分かれているかっていうのを考えたことってあります？もしくは習ったことってありますでしょうか？この上半身と下半身がどこで分かれるかっていう考え方はバレエの踊り方に関してはですね、すごく重要なことなんですよ。で、あるですね、私のクライアントさんで、すごく骨盤がグラグラしてしまうんですっていう方がいらっしゃいまして、で、それを何とかしたいと、で、トレーニングにいらっしゃるんですね。で、下半身の場所と上半身の境目はどのあたりだと思いますかっていうことを聞いたわけですよ。そしたら、その人はですね、大体このおへそが来るあたりとか、このズボン、あとズボンですかね、このズボンのちょうどこのあたりがズボンから下半身で、ここから先が上半身みたいなっていう答え方をされたわけですよ。それで、そしたら、じゃあ足を高く上げるとき、例えばグランバットマンとかデブロッペとかするときに、どこから足を、折り曲げますかっていうことを聞いたら、股関節からやりますと。股関節から折り曲げますっていうことを言われたわけですよ。ということは、その人は上半身をここだと判断していて、で、足を上げるときにはここから上げるっていうことを考えているわけですよ。ということは、ここからここの間が完全に無法地帯だったんですね。ここの意識は全然なかったんですよ。こっから先の意識と、こっから先の意識、上半身はっていうので、これがガッタガタだったわけですね。なので道理でですね、骨盤がグラグラして意識もないっていう感じだったんですよ。で、言ってしまうとバレエにおけるですね、上半身と下半身の境目はこっちの股関節の方です。ちょうどレオタードが女性の場合はこう着た時にちょうどこの境目がありますよね。で、折り曲がるところ、こっから下が下半身で、こっから上が上半身になるんです。で、この下半身と上半身をしっかりとここの境目で感じておけば、デブロッペをこう、例えばこう上げてくるときは、しっかりここから折りたたんで、こっから上をホールドしてっていう意識ができてくるし、あと例えば第3ポールドブラ、これロシアとロシアメソッド第3ポールドブラって言うんですけど、いわゆるあれです、前に倒れるやつ、いや、プレーでもやりますよね、こう前にこうお辞儀してくるようなポールドブラのやつ、あれもここの付け根からお辞儀をしてくるんですよ。なんでよくからただ前に倒れる動きみたいな感じで、ただなんかこう前屈運動みたいにってやってる人多くいらっしゃるんですけど、こういうなんかロールアップとロールダウンとかじゃなくって、股関節からおろを曲げていくっていう動きなんですね。で、こういうのがじゃあ何の役に立つのってよく言われるんですけど、結構バリエーションとかそういうので、ここのコンセプトが分かってるだけで踊れるものとかあるんですよ。例えば、よくあるやつだとフロリダのバリエーション、フロリダのバリエーションって最初とかなんかこういうのありますよね、タラッタラみたいなやつ、こういうやつ、この時によくどこから折れ曲がるんですかって言って、ここのおへそから折れ曲がってるやつがいるんですよ。こうやって
格好悪ってなるでしょ。だここのここの付け根からこう、これだから第3ポールドなんですね。ちょっとだけ第3ポールドって感じ。もしくはあのエシャッペのこうこうこうね、こうエシャッペをするところとかもここのここの付け根からなんか第3ポールドバラがさ、このここからここから折り曲がってくるっていうポールドバラなんで、ここのコンセプトが分かってるだけで踊りが劇的にですね変わるものって結構あるんですよ。なので皆さんしっかりと覚えておいてください。バレエの下半身はこの付け根から下、上半身はこの付け根から上で、次回から、この第3ポールドバラですね、この前に行くやつをやるときには、ただただなんとなくこうやって下までこうやって降りるとかじゃなくって、ちゃんとここの付け根の部分をこう折り曲げて、これを何のために自分が練習しているのかっていうのを、ぜひ考えながらやってみてください。はい、というわけで、いかがだったでしょうか。今回の話は、下半身と上半身が一体どこでバレエは分かれているのかというお話でした。何かのお役に立てれば幸いでございます。このような感じで、私はあのバレエのブログの方も、書いておったりしますので、よければそちらの方もチェックしてみてください。面白かったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。というわけで皆さん、幸せなハッピーバレーライフを。